パーカーは、スパイダーマンの登場人物。メイメイデー・パーカーは、とある未来におけるピーター・パーカーとメリー・ジェーン・パーカーの、娘である。MC にユニバースでは彼らは、グリーン・ゴブリンの命令で赤子を誘拐した、詐欺師、アリソン・モングレインの下で発見したケインによって、娘と再会を果たしている。再会後、ピーターは、 グリーン・オブリンとの最後の戦いによって片足を失っている。戦闘後、ピーターはミスター・ファンタスティックに電子義足の提供を受け、それをきっかけに夫であり父親であることに専念することを決意した。数年の間、彼らはメーデーから過去を遠ざけ、彼女の能力が発現しないことを望んでいた。両親の意に反して、 メイは15歳になった頃から彼女の父親のスパイダーパワーを発達させ始めた。同時に、ノミリオズボーンは一族の名誉を取り戻そうとし始めた。メイデーは彼を止めるために、ベン・ライリーのスパイダーマンコスチュームを身にまとい、間もなく犯罪者たちと戦う道を歩み始めた。両親からは最初は邪魔されたが、後に助けられるようになった。メイは、 両親の特徴を受け継いでいる。彼女の母親と同じく、容姿端麗で評判がいい生徒であり、父親と同じく高い知能を持ち明晰である。彼女は、戦闘時の軽口も受け継いでいる。さらに彼女はとても優れたアスリートであり女子、バスケットチームの優れた選手であったが、能力が発現するようになってから早めている。他方、名は、パーカーラックも受け継いでおり、 二重のアイデンティティは、プライベートに混乱を巻き起こしている。ザ・メイジング・スパイダー・ガールでは名はコスチュームを、まとった、スーパーヒーローでいることをやめることを誓って、友人トンプソンとデートをし、生徒会に入り候補した。メリー・ジェーンが、ホブ・ゴブリンが、娘の10代の友人に対する脅威になっているのを、察知したとき、彼女は、メイデーが、 スパイダーガールとしての活動を継続するのを許した。ホブ・ゴブリンとの戦闘後、メイは彼女の父親に真実を告げ、メリー・ジェーンとの会話後、彼らはメイにスパイダーガールの名の下で活動することを許した。政府機関、SHIELD を助けようとした後、カーネージの神秘ートの破片で満たされたケースが開け放たれた。それは、メイの友人のムースに張り付き、 新たなカーネージュとなった。引き換えに、カーネージュは、ムースの父親に張り付き、不治の病を癒している。カーネージュは、メイの学校で騒動を起こし、ピーターと赤ちゃんのベンを誘拐し、戦いを要求した。メイは、シンビオートの中のムースに話しかけようとしたが失敗し、弟のベンに張り付いてしまう。ピーターはメイが2体のシンビオートと戦う間に脱出し、 神秘王都を倒すための音波発生装置を集めた。しかし、実際に兵器を使ったのはメイであり、カーネージ神秘王都の破片を破壊することができた。彼女の勝利は代償を伴い、ムースは彼の父親の運命に関して、スパイダーマンを強く攻め、音は兵器はベンからひょっとすると永遠に聴力を奪うかもしれなかった。ベンの聴力は、 最終的にノミー・オズボーンのおかげで取り戻された。ノミーは、後に、ノーマン・オズボーンのかつての研究所の一つでつまずき、メーデー・パーカーそっくりの人間が入ったタンクを見つけた。彼の祖父が残したノートにはこのメーデーこそが数年、前に誘拐してきたオリジナルであり、現在生きている、メーデーは別のクローンであることがほのめかされていた。メーデーはジーンと付き合い続けたが、 彼のシモーネとの関係に対する嫉妬は彼女を怒らせ、困惑させ、彼女はウェズ・コリンズとの親しい友達付き合いによる問題の穏便な解決を見出したが、ジーンを激怒させることとなった。三人はバーで喧嘩になり、ジーンはウェズを強烈な一撃でのすところだったが、パンチはメーデーにブロックされた。メーデーに防がれたジーンのパンチは、 フットボールチーム全体の前で彼の自尊心を損なうこととなった。メーデーは最終的に彼女の関係に負担を感じ始め自分の側について干渉したウェーズを叱り飛ばした。しかしウェーズはなおもメーデーに対して強く関心を持っており、シモーネがジーンを脅迫して、 彼女の高校での信用を損なおうとする企てを発見した。一方その頃、ゴブリンクイーンのフューリーは、オズボーンの研究所のタンクの中のメーデンを起こす信号を送った。彼女は脱走し、スパイダーガールになり変わるために、高校の屋上でメーデーと対峙した。メーパーカーは父スパイダーマンの能力の多くを継承している。メーは超人的な筋力を持ち、 かなりの回数を飛び越え、数ブロック先まで到達することができる。スパイダーガールは、反射神経も、常人以上のものを備えている。彼女は普通の人間より怪我の治りが早く、スパイダーマンより敏瘍である。スパイダーガールは、自身の体から発する生体磁場を使ってほとんど、あらゆるものの表面にくっつくことができ、雲のように建物の側面をよじ登ることができる。 壁を這うようにして登ることは明に自然にできたことではなく、彼女は意識を集中させないと表面からずり落ちてしまう。壁にくっつくだけではなく、明は磁極の反発のように自分自身を弾き出したり、人や物を共有する媒介を通して引きつけたり反発させたりすることができる。例えば、 彼女は壁に触れたり意識するだけで、その壁に人を超吹けることができ、簡単に乱暴に引き剥がすこともできる。メーパーカーは一種の危機感知能力である、スパイダーセンスも引き継いでおり、父親のそれよりいくらか強力で正確である。それを使って、かなりの感度で脅威が存在する方角を知ることが、できる。激しい鍛錬によって、彼女は、スパイダーセンスの海を頼って、 視力を奪われた状態でも戦えるまでになっている。それは弱点を探り当て、アドバンテージとしても活用できる。父親と同じく平凡な脅威や中止を感じ取るのにも使っているが、父親と違って嘘やごまかしを見抜くことができる。父親のクローンであるケインと接触することで、彼女は予知した未来を共に垣間見る体験をしたが、普段は、 そのような能力を持たない。メイは、ベン・ライリーのウェブシューターの設計図に基づく、機械式のウェブシューターを持っている。それらは、ウェブやスティンガーズと呼ばれる金属の針を射出することが、できるが、メイは、トゥー・ブルータルだと考えており滅多に使わない。彼女の携帯電話は、ウェブシューターの一つに取り付けられるように改造されており、あたかもカートリッジの一つであるかのように見える。 彼女は時々スパイダートレーサーを使うが、それらは父親のスパイダーセンスに調整されているため、彼女は見分けるための受信機を必要とする。スパイダーガールは感電によって一度能力を失った。能力を取り戻すまで彼女はノミオズボーンからグリーン・ゴブリンの装備を借りていた。名はレディ・ホークラやエレクトラ・ナチオスから格闘技のトレーニングを受けており、 父親から、能力の使用方法を教え込まれている。スパイダーガールがミュータントであるかどうかについては、はっきりしていない。メイは能力を生まれつき備えていた。つまり、マーベルユニバースにおいて、キャラクターをミュータントとして分類されるために、重要な基準を満たしているのである。しかしながら、一度として、彼女を表現するためにその用語は使用されていない。生まれる前、 ロボットであるセンチネルは彼女についてビヨンドザレンジオブエンブリオニックノーマルシーと考えていたがはっきりとミュータントとみなしていたわけではない。メイパーカーはほとんどのマーベルコミックの舞台であるアース616にも存在している。メリー・ジェーンはクローンサーガの初めに妊娠した。この時期ピーターが ベン・ライリーにスパイダーマン業を任せていた最大の理由の一つは父親になるためであった。しかし、ストーリーの最後に、メリー・ジェーンは、グリーン・ゴブリンのエージェントアリソン・マングレインに毒を盛られ、赤ん坊は、流産になった。ベン・ライリーは、グリーン・ゴブリンの手によって、どうやに殺害され、ピーター・パーカーは再び、スパイダーマンとなった。トム・デファルコが、 ザ・アメイジング・スパイダーマン氏を手掛けた最後の作品の一部、434から435号のストーリー・スパイダーマン、アイデンティティ・クライシスにはヒントが提示されており、赤子の目は帰還する予定だった。しかしこのプロットは採用されず、デファルコに代わって、ハワード・マッキーとジョン・バーンが同志を引き継いでから別のプロットに置き換えられた。 このチームによってメイおばさんが代わりに戻ってくることになった。スパイダーガール49号の回想シーンでは、この時にメイおばさんの代わりに、イが戻ったことになっている。しかし赤子のメイとパーカー夫妻は、マーベルのメインのコンティニューティでは決して再会しなかった。編集者たちは繰り返し赤子は死亡しており、生きていたとしても、再登場はしないことを明言している。 それというのも子供の存在はキャラクターが年を取ってしまう主要な要因であるからである。マーベルナイツ・スパイダーマン氏9号では、マック・ガーガンは、ノーマン・オズボーンに言及し、奴は、お前の生まれてすらいない子供を殺した。貴様は、奴の息子を殺せと述べている。この発言が最も強力な赤子の死亡の証拠である。 ザ・アメイジング・スパイダーマン C439 号は1 0 0年後の未来を舞台にしている。二人の考古学者は、ウェブシューターなどのスパイダーマンの遺品を偶然見つけている。彼らは、スパイダーマンの経歴を推測し、彼にインスパイアされた他のヒーロー、スパイダーガール、スパイダーマン 2099, スパイダーマン2211などについて議論している。 ワンモアデ r で以後のコミックブックリソースでのいくつかのインタビューでは、ジョー・ケサーダは、スパイダーガールに触れ、現在の展開に不満を持つ読者にとって、年齢を重ね、結婚したピーターと MJ が家族を育てる展開を追うための理想の場所であるとした。ケサーダのコメントは、スパイダーガールを特集した記事のトムデファルコとのインタビューで触れられ、彼は、ケサーダは、 スパイダーガールのキャラとタイトルのファンであることを明かした。スパイダーガールには二通りのバリアントと平行宇宙が存在する。一つは、幼少期に死んだ彼女の父親に代わって、ベン・ライリーに育てられたものであり、ホワット・イフ、ボリューム2の86号に登場し、パラダイス X ・ヘラルズというミニシリーズに後に登場した。もう一つのバージョンのスパイダーガールはベノムであり、 ミニシリーズアース X とその二つの続編ユニバース X とパラダイス X に登場している。MC2 の世界はアース982と表現されている。スパイダーマンがベンライリーに育てられた世界はアース1122として知られており、スパイダーガールがベノムになりアース X サーガーの他のヒーローたちがいる世界はアース9997として知られている。 アルティメット・スパイダーマンでは、ピーターのガールフレンド・キティ・プライドは、彼の側で犯罪と戦うために2番目のアイデンティティを採用した。彼女は91号でコスチュームをまとって、ピーターは茶化して、彼女のクライムファイターとしての名前にスパイダーガールを提案した。トム・ディーリ、トム・アイ・アイム・ベリー・キュリアス、ハット・プレビュー・オブ・アルティメット・スパイダーマン91、コミックス・ブレティン。 ありがとうございます。